深作金二は日本の映画監督、脚本家。愛称は作さん。妻は女優の中原さなえ。長男は映画監督の深作健太。茨城県緑岡村出身。茨城大学教育学部附属中学校、水戸第一高等学校、日本大学芸術学部卒業。1953年に東映入社。1961年。 千葉新一の初主演作品となる、風雷棒探偵赤い谷の惨劇で監督デビュー。千葉とはこの後17作品でコンビを組み、ヒットを連発していく。千葉を主演に末置き演出した映画、風雷棒探偵シリーズ、ファンキーハットの怪談時シリーズ、1966年の映画、神風やローマヒルのケツとは、テレビドラマ、キーハンターの土台となった作品で、 キーハンターの企画にも関わり、第1、2、157,158,178話を演出した。日米合作映画、トラトラトラの日本側監督を黒沢明が懇板したため、公認となった増田敏夫から懇願され共同監督を引き受けたりしていたが、当時の深作は作りたい映画を投影になかなか認めてもらえず、 東映二席を置きながら人参プロダクションの国光、影なりの共作映画、神風やローマヒルの決闘を監督していた。1973年から公開された仁義なき戦いシリーズは、放火史に残るヒットを記録。映画、野牛一族の陰謀、復活の日、魔界転賞、鎌田更新曲、里見八県伝、中心蔵外伝四谷怪談、バトルロワイヤルなど、 発表した一部の映画がヒット、話題作となった。テレビドラマでは前日のキーハンターのほか傷だらけの天使、必殺シリーズ、影の軍団2などを演出している。92年にはハリウッド映画並みのアクション映画、いつかギラギラする日を監督したが、大量の車、火薬、銃弾を消費したため、当初予算の3億円が11億円にまで膨張してしまった。 1997年、四十法賞受賞。2002年には、カプコンのプレイステーション2用ゲームソフト、クロックタワー3のイベント CG ムービーの監督を務め、これが撮影終了まで関わった最後の作品となった。2002年9月25日、前立腺がんの脊椎転移を公表し、バトルロワイヤル通賃婚家の制作を発表。12月16日から、 クランクインするが、21日に、がんの骨転移の痛みから、放射線治療のため予定より2日早く入院。23日に、定期の放射線、治療。29日に、体力の低下による風から肺炎を、閉発。31日に、自力呼吸が困難になり、人工呼吸器を装着し、一時帰得状態になった。2003年1月初頭、症候状態に回復。 5日に同作のプロデューサーで長男、深作健太が監督を代行することとなった。7日、配給を担っている東映が会見を開き、健太と岡田茂が出席。翌月早々に復帰させたいと岡田は説明していたが、4日後の11日夕方には、容体が悪化。妻の中原さないと健太、菅原文太、健太から連絡をもらった。 渡瀬恒彦や藤原達也、らが、臨終に、立ち会い12日の午前に知時、死去、72歳没。打15日、築地本願寺で津屋が営まれ、もしを務める深作喧嘩が選曲した20曲が流れる中、聴聞客が喧嘩を行った。中原さなえは終始、ハンカチを離さず悲しみの深さを伺わせ、健太は、弔問客に気丈に応対していたが、 ロサンゼルスから駆けつけた、千葉慎一に、にぎらいの言葉をかけられると、健太は涙を溢れさせていた。長門に、ビートたけし、梅宮達夫、小形健、津川正彦、藤淳子,子、三田義子、藤間理師、渡哲也、小林年次、長島敏行、風間森を、平田三つ藤原達也、安藤正信、柳信,信、前田愛、前田明、竹内から。 高岡咲、薬師丸博子、夏木まり、宮本牧、柴崎幸、加藤夏木、南加穂、渡辺恵理子、松田美幸、三輪明宏、山田洋二、西陽一、古畑康夫、沢井慎一郎、奥山和義らが参列した。翌16日の午後、同所で、葬儀、告別式が取り行われた、千葉慎一と菅原文太がそれぞれ弔辞を述べ、 菅原が喧嘩した時は、映画、仁義なき戦いのテーマ曲がかかった。映画、か田行更新曲、バトルロワイヤルのテーマ曲や、深作の好きな小地吹雪の、バラ色の人生、ザ・ブルーハーツの、1001のバイオリンが流された。深作はフリーとなっていたが、東映は葬儀を全面的にサポートした。2月7日に君四等曲実賞受賞を追贈され、1シーンしか取れなかった。 遺作、バトルロワイアルツーチンコンカは、ケンタと共に監督としてクレジットされている。アクション映画や薬剤映画以外でも、野牛一族の陰謀、魔界転生などの時代劇、家宅の人、おもちゃのような文芸、ガンマー第三号宇宙大作戦、宇宙からのメッセージ、復活の日などの SF、中心蔵外いでに四つ屋階段のようなホラー映画、と幅広い作品を残している。 文芸作品に取り組んでも、文芸アクションと呼ぶ深作にとって、高等無形や嘘の物語をいかにリアルに仕上げるかを、真骨頂にし、そのような作品では実に、楽しそうに撮っていた。いい監督にとって、役者は単なる、色、絵の具でしかないという感じがする時がある。僕はそれは違うと思う。どんなに日にちがかかろうと、金がかかろうと、芸術映画ならばいいという巨匠もいるが、 僕は映画を衰退させたのは、そういう巨匠にも責任があると思うと語っている。日本のみならず世界でも劇場を公開されており、クエンティン・パランティーノやジョン・ウーラは崇拝していることを明言している。全作品のうち、ファンキー・ハットの怪談時とおもちゃ以外のすべての作品で人の死を描いているが、戦争という巨大な暴力を体験したことで、 暴力を描くことで暴力を否定しようという考えが根底にあり、決して暴力を肯定していたわけでなく、だからこそ様々な批判を受けても、最後まで作風を変えなかった。私も戦中派の尻尾にぶら下がっているが、今の人間のありようには、エネルギーのようなものが感じられない。平和は結構なことだが、その中で人間が衰弱してしまっているのではないかと、最後の作品でも、 暴力描写にこだわり、闇市の中で自ら体験した生きることへの希望を再び現代社会に訴えようとした。深作作品には欠かせない存在だった。千葉慎一にとって深作はかけがえのない師匠であり、名優だった。千葉が1990年代からハリウッドに拠点を移していた際に、まだ一人でロサンゼルスに住んでいた頃にわざわざ来てくれてね。 その頃まだ自炊をしていたので自分で作った料理を食べてもらったんです。おい、いつの間にこんなに料理がうまくなったんだって言われましたよ。滞在中は映画の話をたくさんしましたと実会している。千葉はインタビューの際最も尊敬する映画監督である深作を世界で活躍してほしかったこともあり、近似深作と敬意を込めて読んでいる。干されていた室田秀夫 大部屋でくすぶっていた、川谷拓造、氏がマサルらを抜擢し、ピラニア軍団として知らしめた。福本製造は、監督は、大部屋俳優の名前を覚えてくれず、そこ、多い程度でしか呼ばれないが、深作監督はわしら大部屋俳優でも名前で、呼んでくれたと証言している。初めて東映京都撮影所で演出した際には立てし義都氏がいるにもかかわらず、自ら立てや 義トを細かく指示し、福本ら欧米屋俳優のシーンにも綿密にリハーサルをしたので欧米屋俳優たちに驚かれた。映画の打ち上げ時に、福本はスターさんにあまり言わないで、なぜわしらに細かく指示するのか。自分たちは撃たれる時も殺される時も、かっこよくできると思わず質問。深作は台本を渡されてないから、なぜ殺されるのか、殺された後、組がどうなるか、 状況や背景を説明してるんだよ。映画はスターだけじゃなく映っているみんなが主役なんだ。スターさんがどんなに一生懸命でもスクリーンの片隅にいる奴が遊んでいたらその絵は死んでしまう。だから同じ子分でもそれぞれが個性を出して殺されてほしいからうるさいだろうけど細かく指示を出すんだよと悟した。福本はこの人ただもんでないわとうなりそれまで 大部屋俳優として幾度となく殺されてきたため慣れ、自信、おごりがあったかもしれないと反省したという。福本はこれ以降与えられた役をとにかく一生懸命にやろうと転機になったと述べている。名字をなぞらえて深夜作業組と呼ばれるほどテストやリハーサルが長く映画ファンキーハットの階段時から始めた手持ちカメラはその後の数々の作品で導入され、 ストップモーションやナレーションを効果的に使った作品を生み出してきた。時に脚本を変えてしまうことから、映画、仁義なき戦いでは、笠原和夫から監督登用に拒まれたこともあった。自主制作的なことは一切行わなず、文下の中田新一は著書、走れ、助監督で、監督は自分の金を映画に一銭も出してはいけないと教えられたと記している。 どうしても撮りたい企画があった場合は、東映の外で出資してくれるプロダクションを探すという、姿勢だった。その関係で、1970年前後に、共産党系のプロダクションで何本か監督しているが、党員ではなく特に、審判活動などは行っていない。人気なき戦いなどはむしろ、山田和夫ら共産党系の評論家に叩かれたぐらいである。サムペキンパーのファンで、 ガルシアの首やビリー・ザ・キッド21歳の生涯を好きな映画に挙げている。北京パーが戦争の腹渡のプロモーションのためにジェームズ・コバーンと共に来日し独占。男の時間に出演していると泥酔した河谷拓造が乱入してきた。河谷も深作同様に北京パーのファンだが北京パーが監督した映画、ゲットウェイと吠えながら握手をして、 北京パー、深作金次と勝負戦会、と叫んでいた、は、脚本権、は、脚本のみ、は、編集権、は、構成権、ありがとうございます。